水戸、お前の兄弟になる危うい夢さんだ。人の本棚を勝手に漁るな。いいじゃない、兄弟なんだから。この部屋で一緒に読んだ本だぞ、それ。え、どうせスケベなことを考えてて本の内容が入ってこなかったんだろう。意味深に親いないからって誘ってきたのはそっちだし、いきなりベッドに座らせるし、もろもろの準備を整えて部屋に呼んだのにビビって何もできなかったヘタレ野郎をな。ビビってどういうこと。私はあの日覚悟を決めてこの部屋に来たのに。いやだって君めちゃくちゃ警戒してたから。はあ、嘘だろ、君もやる気満々だったのかよ。人の思い出を作る気でいたわよ、完全に。後悔に打ちひしがれたあの日々はいい。こっちこそそんなに魅力ないのかって悩んでた時間返して。知るか、君があんなにガチガチになるのが悪い。悪いのはあなたでしょ、このヘタレ。